皆さんこんにちは、お久しぶりのゆっくり実況です。本日は集まれ動物の森の有料コンテンツ、ハッピーホームパラダイスをやろうと思います。記念すべき30件目なので、動画にさせていただきます。早速依頼を探しに行こうと思います。探した結果なのですが、喫茶店のような別荘というのが一番面白そうなので、これに決めます。今回は提案ではなく、指示の上で作ろうと思います。喫茶店なのですが、動画外で飲食店系はかなりたくさん作ってきたので、少しやりやすいと思います。喫茶店らしいものばかりで作りやすいです。ここは毎回すごく悩むのですが、喫茶店。綺麗な場所へ作ってあげるか、それとも人が多いところに作るべきか。この辺りだと少し喫茶店のイメージとは違うような。かといってここはまだあまり人がいない。周囲に人もいて、景色の良いここに決めました。喜んでもらえて嬉しいです。喫茶店。2階もいいですが、今回は1階にしておきましょう。プロではないですが、そう言ってもらえると嬉しいです。ところで、別荘を作ってるのって春菜だけなんです。それでは、まずは外観から作っていきましょう。あの箱は、もしかして看板みたいなやつですか？あ、やっぱりそうでしたか。本来ならばこのようにお店のすぐ前に置くものですが、今回は外部分もお店の一部として作りたいので、ここに置くことにします。次は道ですね。こんな綺麗な場所にはレンガが似合うのではないでしょうか。レンガで道を作っていきましょう。あまり範囲が広いのは好きではないので、2マス列にします。後で階段はレンガに変更しましょう。それにしても綺麗な場所ですねー。残念ながら海に囲まれた場所だと春菜にとっては危険がいっぱいなので、春菜は遠慮しておきます。家の下もやっておかないとですね、細かいところもしっかりと。さて、家の横の3マスは後で考えるとして。これは椅子なのでしょうか？正直スツールと椅子の意味の違いがわかりません。このスツールに似合いそうな机を選んでいます。横長の机がありますが、今回は使いません。これなんかいいんじゃないでしょうか。2つ設置できそうなので、並べて設置します。外の場合、後ろから見たりができないので少しやりにくいです。次は道を作った時の余り部分ですね。植物を植えてお客様へ癒しの空間を提供できるように、こういうイメージでいきましょう。今回は椿を使用します。ピンクの椿。少し色の楽しさも加えたいので、椿の柄を2色使用したいと思います。赤とピンクですか？なかなかいい組み合わせだと思います。見えない細かな部分も大事だと言いますからね。この2つの椿を使って島の周りを囲みましょう。こんな感じでどうでしょうか。それから、桜の木の下にも椅子とテーブルを。
まり景観を壊したくないので、桜の木は残します。丸太の椅子を木の下へ。机も木でできたものにしましょう。いいですね、これにします。これで外観は完成です。次は内装を作っていきましょう。喫茶店なので、レストランほど広い空間でなくてもいい。ですが、ある程度のスペースは必要。このくらいでいいのではないでしょうか。まずはカウンターを置きましょう。一時的に小物はカウンターの上に避難させておきます。雑誌を読みたい人のためにマガジンラックを置きましょう。この辺りでいいと思います。それと、傘立ても横に。これいいですね、雰囲気出ます。今回、これは絶対に使いたいです。とびきりの一杯ですからね、エスプレッソマシンで心は伝わりません。なので、エスプレッソマシンは使わないです。今回調理台も普通の調理台は使わず、こういった感じでいこうと思います。並べると少し変。流し台がないとお皿洗えないですね。この流し台なんかいいんじゃないですか。小物を置いてイメージを膨らませています。カウンター用の椅子を置きましょう。はい、ここはこんな感じでいいでしょう。次はもう一つお客様用のテーブルと椅子を用意します。このテーブルにします。次は椅子ですが、例のスツールをここでまた使います。いいですね、カウンター席ともある程度距離が離れていますし。ケーキ入れを置いてみました。喫茶店のケーキ、美味しいですよね。レジをどう置こうか迷っているんですが、どうしましょうかね。別の部分を作りながらレジのことを考えてます。入り口に置くこともできませんからね。これくらいしか置く方法がないですよね。あとは時計の位置ですが、ここもなんか違和感があるんですよね。普通のレジでいいでしょう。音楽も聴けるように、ジュークボックスを設置します。音を楽しみながら一服するのもロマンチックですからね。細々した作業をカットして完成しました。どうでしょうか？皆さんの感想をお待ちしてます。
なかなか喫茶店らしいのではないかと思ってます。皆さんもぜひお越しくださいね。というわけで今回はここまでです。興味が湧いた方はぜひプレイしてみてくださいね。ご視聴ありがとうございました。